こんにちは、Amazon サポータータ堀秀夫です今日は、Amazon で良い評価を集める工夫というのでね、えー、良い評価をどうやったら集められますかという質問をいただいたんですけど、まあ、これ、まあ、そもそも論としてね、えー、良い評価を集めることに対して意味はないです。まあ、ebay とかヤフオクとね、えー、勘違いというか混同しちゃったりとか、あるいはね、えー、ノウハウ発信している人の理解が浅くてね、 良い評価がたくさんある人の方がまが売れてるというようなね、短絡的な考えで、まずは良い評価を集めましょうみたいなね、情報を見ますけど、実際評価する人ってまあ20人前後に1人しかいないと。あとの残りの19人が問題なく取引できるかどうかが重要なわけですから、良い評価をそんなアマゾンがねーカート取得とか出品者評価で重視するわけがないと。逆に言うと、 良い評価不自然に集まってたら何かやってんじゃないかということでね、調べられてアカウント削除になったりする場合もあります。だから大して効果のないことをリスクを冒してやってね、アカウント削除されちゃってる人とか、まあアメリカとか日本でいますんでね、あの良い評価を集めるっていうのは、えー、必要ないですで。ちなみによくありがちな良い評価を集める工夫、まあ、評価を依頼すると。これ日本だと黙認されてますけど、日本以外の国でね、 アマゾンが評価依頼出してるのに、それとさらに輪をかけて評価依頼出すっていうのは、システムに負担をかけるから禁止です。ガイドライン違反。ね、アメリカだと下手したらアカウント削除です。それからグループで評価し合う。ね、グループ作ってね、お互いに商品買ったことにして評価すれば評価、ぐんぐん良くなりますんで、で、これ、えー、バレます。で、バレたら当然のことながら、もうアカウント削除。で、かなり厳しくチェックされますんでね、もうおそらくアカウントは作れなくなります。 それから、評価をつけた人におまけやプレゼント、ね、っていう風になんかあの商品にくっつけて送るとかね、あるいはこの評価依頼、NG ですけど、評価依頼の時そういう話を持ちかけると。これもバレたら、もうアカウント削除ね、絶対 NG と。要は評価をね、買うとか、不当に評価をくれというようなね、お願いをすることは Amazon は認めてませんので、逆にね、やっちゃいけない行為となってますんで、評価を集めることに意味はない。 リスクが高い自然に評価がたまるのを待ってください。評価がたまるのを待ってくださいって評価なんかつかなくてもいいです。大切な取引件数なんで評価じゃないです。でね、そうは言ってもね、やっぱりすごい評価低い、うん、出品者発見して、ね、こいつ何やったんだろうと思ってみたらね、もう発想内容がめちゃくちゃ、ね、遅れてるだの、キャンセルするだの、そんな感じでした。で、結局、評価悪いって人は、 問題のある取引をしてるから評価悪いんであって、えー、だから売れないと。評価が悪いから売れないんじゃなくて、問題ある取引した結果、評価が悪くなってるんで売れないと。評価がいい人は問題のない取引をいっぱいやってるんで、良い評価もついてると。まあ、だから売れてるというのでね、単純に評価が、えー、悪いからいけないとか、いい評価がたくさんついてるから売れるってことではないです。もっと重要なのっていうか、本質的な部分は問題ない取引をどれだけ多くやってるかって部分なんでね。 まあ評価集めはえ意味ありませんので、そこは気にせず、問題のない取引をえ積み上げると、ね。私も一度も評価なんて言ってないんですけどね、どうしてもね他のえヤフオクとか eBay の経験者とか、あるいはね、情報発信者の雑音なんかが目に入ると評価集めるだろうというふうに思いがちなんですけど、評価集める必要は全くないです。取引件数を増やしてください。まあ、そんな形で、まず a m a z o n ね、え。ー とにかく取引件数を増やして実績積むというのを重点的に行っていただければと思います。また、ご質問、確認、ご報告等はありましたらお待ちしています。以上、アマゾイスサポーター、堀秀夫でした。